終わりですか。もっと暴れてくれてもいいんですよ。てめえら、組の金庫から盗まれた1億な、ありゃあんたの差し金だったんだろ。
まんまとはめてくれたな。ま、今となっちゃそりゃ二の次だ。モグラはあんたがお抱えの殺し屋だってな。全部で何人殺させた？奨励会のヤクザたちと新谷、他にもまだいそうだな。新谷は殺される前、モグラの殺しを抗争絡みじゃないと言ってた。つまりそう言えるだけの情報を持ってた。だから口を塞いだんだよな。モグラに綾部の銃使わせて。知らねえよ。新谷が掴んでたのはカムロ町の殺しと創薬センターをつなぐ何かだ。アドデック内の利権も絡んでる話なんだろ。知らねえっつってんだろうが。話せ、カイト。ぶっ殺すぞ。おとなしくターボーの話聞けや、ハムラ。創薬センターの軌道、あんたらを動かしている黒幕は軌道だな。違うのか。なんで返事しねえんだ。話す気がねえなら息の根止めてやろうか。カイトさん。キドじゃないのか。新谷は創薬センターに電話をしたとき、木戸じゃなくてショーノを呼び出そうとしてた。確かに新谷という弁護士からうちに電話があったようだ。彼が電話をした相手はショーノだ。ハシキも殺される直前までショーノから情報を聞き出そうとしてた。黒幕はショーノか。そうなんだな。おい、火が出てるぞ。キス、誰か火つけたな。カシラ、カイトさん。手下たちがどっかに連れてった。こりゃよく助かったな俺ら。